はーい、皆さん、クラン戦楽しんでいますか？戦いとは常に二手三手先を読んで行うもの。 AI の私なら数百手先は読めちゃいます。 GB4 のアイドル、レコです。ミスター、よろしくお願いしますね。ははは、よろしく。今日はその可愛さの秘訣でも教えてくれるのかな？私の可愛さは AI プログラムとモデリングの結晶です。まさに現代の英知が結集したってわけだね。これは誰にも真似できない。それでは早速クラン戦に関するニュースをお伝えしたいと思います。さてミスター、新たな対戦カードが発表になりましたが、ミスターの注目ポイントを教えてください。そうだね、優勝候補ではないけれど、私としてはこの対戦には注目したいね。これはどちらもまだ結成されてからの実績が少ない初心者クラン同士のカードですね。どのあたりが注目ポイントなんですか？意外性を見せてくれそうってところかな。このチームはちょっと話題になっていたしね。先日開催されたマイスター・ジンのチャレンジイベントミッションを面白い技を使ってクリアしたってね。あ、私もその情報は聞いたことあります。見たことのない技を使ったとかなんとか。ネットの書き込みなんで本当かどうか分かりませんけど、オンラインゲームだからそういった部分も含めて楽しめばいいと思うけどね。もう一方のチームも派手な実績こそないが、しっかりとした役割分担で着実にポイントを稼いでいる。基本に忠実ないいチームだと思うよ。多分他のオンラインゲームでも経験を積んでいるんだろうね。新社クラン同士の戦いでも見どころはしっかりあるということですね。どちらも結成して日は浅いが、きっと熱い戦いを見せてくれることだろう。我々が求める新しい目になるかもしれないしね。クラン戦や大会になるとマイスターの話題ばかりになりがちですが、新勢力の戦いにも大注目ですね。私たちのことだよね。なんかちょっと有名人になった感じ。私たちっていうよりあなたのこと。分かってたけど、ちょっとぐらい乗っかってもいいじゃない。そうだよな、こんだけ女性陣が粒揃いなんだから、そこに注目してくれたっていいのによ。マシマはほっとこ。にしても向こうのクランもなかなかやるとか言ってたよね。どんな相手でもどんと来いやで。このミッションも勝って連勝といこうや。タオってばすぐ調子に乗るんだから。いいんじゃないですか。勢いが大事なのは事実ですし。シーナの言う通りや。ここからさらに勝って名を上げるで。その声にそのプレイヤー名、お前もしかしてうちのクラスのタオか。その声にその名前、セリト君。やっぱりか。へえ、お前もこのゲームやってたんだな。
うん、セリト君も GB4 のプレイヤーやったんやね。バカ、俺は付き合いだよ。ホカゲーのフレンドがやるって言うから仕方なくな。誰この人、タオの友達？まあそんな感じかな。友達っていうか、ヘタレなこいつを俺が助けてやってるって感じ。タオってクラスじゃ地味で、しかもビビリでさ。僕そんなのできないよって、いつもこんな感じなわけ。笑えるだろう。そんなんだからダメなんだよ。なあ、タオ。うん。ああ、そういえば他にもあるよな。こないだ体育の授業で一緒のチームになった時も、タオのやつがガチガチで。あなた、この場でプライベートな話を持ち出すなんてマナー違反ではありませんか？おっと、悪い悪い。仲間にかばわれちゃって、ここでもヘタレみたいだな、タオ。ちょっと、急に突っかかってきてどういうつもり？そんな怒んなって、たかがゲームだろ。どんな相手かちょっと気になったから偵察がてら見に来ただけだよ。そしたら偶然こいつがいたってわけ。ま、タオが相手なら楽勝だな。いや、ビビリのお前は出てこないか。どっちにしたって勝つのは俺たちのチームだけどね。ごめんな、リン。僕の知り合いが迷惑かけて。タオもタオじゃない？言われっぱなしで黙ったままで。僕、あいつ苦手やねん。あんな風に上から来られると怖くて動けんくなってまうんや。次の試合、あいつが出てくるんやったら僕、出ん方がええよな。いや、なおさらタオが出るべきだと思うぜ。え、なんで？あんだけ言いたい放題言われて、一泡吹かせてやろうって気にはならないのか？あのムカつく野郎の鼻っ柱をお前の手でへし折ってやんだよ。そうそう、今までの分やり返しちゃえ。あの方のことは存じませんが、ガンプラにおいてはタオさんの方が上だと信じています。やるなら徹底的にやりましょう。私も全力で応援いたします。私もそう思う。みんな、ほら、あんたからも何か言ったら。あ、そうだ、タオと一緒に出てフォローしてあげたら。あの技を使ってさ。あと一人は私、行きたい。いいんじゃない、二人が行くならバッチリでしょ。じゃあ3人とも頑張って。
ミッション開始だね。強敵が出てきたで、気づけてや。
いつめっちゃ強いで。他のやつ任せにして逃げるかと思ったけど、ま、ザコが出てきてくれたのはラッキーだけどな。みんなに背中を押してもらったんだ。相手がセリドでもバシッと戦わんと。はい、大丈夫？大丈夫やで。今の僕なら、大丈夫や。とこゲームでも変わんねえな。そんなとろい動きで俺に勝てると思ってんのか。ああ、だらしねえの。そんなんだからお前はダメなんだよ。張り合いねえな。これなら他のゲームやってた方がマシだぜ。大体 GB4 ってめんどくせえよな。わざわざ手間かけてガンプラ作るとか付き合いじゃなかったらやってねえっての。それにお前のクランのやつらもバカだよな。負けるって分かってんのにお前なんか選んでさ。まあどうせ大したことないやつらなんだろうけどよ。お、なんだ、言いたいことがあるなら言ってみろよ。どうせ、いや別にとか言うんだろ。いつもお前はそうだもんな。すんなや。ああ、ガンプラを、クランのみんなをバカにすんなや。おわ、僕のことはいくらバカにしてもええけど、ガンプラと僕の友達をバカにしたのは絶対に許さへん。セリトー、待てよ、ちょっとからかっただけじゃねえか。何マジになってんだよ。そんな必死になって恥ずかしくねえのか。誰かをバカにすることしかできんやつの方が何百倍も恥ずかしいわ。あいつ痛いよ。話が違うよ。なんで当たってそこや。おりゃタオが
いるクランなんかに、なんで俺が！やった、僕らセリとのチームに勝ったんや。おめでとうタオ、かっこよかった。何言うとるん、勝てたんはみんなが追ってくれたおかげや。せやから俺を言うのはこっちやで。リリン、ありがとな。君もありがとう。なんとちゃう？男を見せたじゃねえか。スカッとしたぜ。立派でしたよタオさん。自分の思いを貫く勇気、とても感動しました。好き。好きって気持ちが大事、それが分かった。タオのガンプラが好きって気持ちが力になってたから。ああ、なるほどな。めっちゃびっくりしたわ。仮にリリンちゃんがマジだったとしても俺が許さなかったけどな。あんたはリリンの何なの？でもリリンの言う通りだね。私も見習わなくっちゃ。あの時は無我夢中だったんやけど、そう褒められるとこそばゆいわ。今日の戦いは誇っていいものですよ。タオさんだけでなく、お二人もお疲れ様でした。よーし、この調子で残るクラン戦も勝っていくで。もうすぐ調子に乗る。今日ぐらいはいっか。